ちゃこんにちは、しゅうたかさん、はい。まあ、FA とか、まあその他、例えば自由契約ということで、はい、山川選手と中田翔選手の動向が一切何もまだ出てこないんですけれども、まあ噂が一人歩きしてるというかな。そうなんですよ。まあでも勝手なこと言ってるよな、みんなな。まあ、多分ね、そうですね、多分そうですね、まあ、今から話すことも勝手なことなんだろうそうなんですけれども、まあ、中田翔選手、まあ、中日が獲得に乗り出すんじゃないかとずっと言われている中、まだ動きがありません。というのもおそらくなんですけれども、12月1日公示の保留選手名簿から中田選手が外れるのを待って中日が獲得に乗り出すのではないかというふうに報じられていますけれども、では本当に本命中日なのか、はたまた他の球団行くのかというのをこの動画でちょっと話していただきたいんですが、まずはやっぱり中日が以前から中田翔選手、うん、魅力的なバッティングというふうに、まあ、そうだね、はい、いやそれはやっぱり勝負強いしさ、バッティングでね、あんまりホームランっていうのは期待はしないにしても、うん、はい、ランナーがいる時にね返してくれるとか、うん、まあそういうことはしてくれるだろうね。まあ魅力的だよ本当に。そうですよね、うん、そしてファーストが空いていると、まあ、ビシエドをどうするかっていうこともあるけどもね、うん、はい、まあ、空いてるっちゃ空いてるよね、はい、で一応中島選手も取った、はい、けれども本命としてはレギュラーとしては中田翔選手、まあ、中島はレギュラーとして取ったわけじゃなくて、うん、やっぱ切り札として代打のね、はい、まあ、取ってるから、だから中田翔はやっぱこう取るときにはレギュラーというね、うん、まあ、形で取るだろうね。そうですよね、うん、プラスやっぱりその野手の中でその引っ張っていけるようなそのベテランの存在、まあ、今大島選手がいますけれども、その他がやっぱり若手という中でのレギュラーで引っ張っていく、やっぱりね軸が欲しいんだよ、うん、打線の軸という意味では、はい、やっぱ中田翔っていうのは4番というのは似合うし、はい、で4番に据えるとやっぱ軸ができて、うん、岡林のあの安打数とか、はい、大島のあの出塁率とか、うん、そういうのがやっぱ生きてくるよね。そうですよね、うん、だからやっぱこう軸は欲しいだろうな。確かに、うん、本当にあの今年ね4番っていうところが、うん、ね、中日はあれだったんで、そうだね、うん、だからそれでは中田翔っていうのはもう適任だよね。ですよね、ということはやっぱ12月1日名簿から外れたらすぐに、まあ、中日は動き出すだろうっていうのは正しい、ね、まあそうだよね、うん、他の球団はどうなんですか。他の球団はやっぱり4番としてやっぱ欲しいのは広島が欲しいだろうね、まあ、地元に、ね、なるわけですけど、まあ、地元だし、はい、やっぱ鈴木誠也が抜けてから、うん、まあ、4番にずっと苦しんでるから、うん、だから中田翔が来たら4番っていうのはそうですね、もうしくっとくるし、まあ、西川龍馬選手もね、そう、FA でいなくなったので、はい、でファーストっていうのもね、はい、空いてるしね、ポジションがね、うん、だから広島も可能性があると思うけどな。おー、ゼロではない。ただ結構離れますけれどもね、さらに中日から西寄りに新幹線でもうちょっと時間はかかる、まあ、確かにな。一応中田翔選手の家族が関東に住んでいるので関東圏のというふうなのも報じられてはいるんですけれども、関東圏だと DeNA とか入ったら本当強力になるけどね。ファーストありますもんね、まあ、外ファーストは入ってる。そうだ、だから DeNA も俺は取ったら面白いと思うよ。確かにものすごいクリーンナップになりますよね。いやすごいし、まあ、来年オースティンがやるとして、はい、考えたら破壊力は抜群になるよ。そうですね、厚み出ますね。あ、うん、だから面白いかもな。得点力もそうですよね。あとずっとささやかれているのがロッテ、うん、これはどうですか。ロッテもなくはないと思うけどな、うん、ファーストがねそんなレギュラーで決まってるわけではない。まあそうそうそう、ただその外野のポジションを考えた時に、うん、山口をどうするのかなと。で外野で置いとくかファーストに置いとくかとか、うん、本当にファースト一本でやらして、はい、あの長打力を生かすのかとか、うん、いろいろ考えると、まあ、DH ポランコいるし、はい、まあ、そう考えると俺西武っていう可能性が、でだって山川が抜けるでしょ。抜けますね、はい、ファーストぽっかり空いて、はい、まあ、DH もぽっかり空いてんだよね。まあそうですね、うん、DH はおかわり君と栗山がまあ、交互に守っていくっていうことでもいいんだけど、はい、ファーストって考えたら中田翔っていうのがさ、うん、まあ、しっくりくる。これも関東だしゼロではないと俺は思ってる。へえ、パ・リーグに戻るねってことですね、うん、西武ロッテだったら。そうそうそう、はあ、そっか、西武もなきパ・リーグに戻るって言ったってロッテだってパ・リーグだから。そうそうそう思いました。いやだから そうか、そういうことを考えると
可能性がなくはないと思うんですよ、ね、ですよね。だからまだまだそのパンチ力あそこはね、はい、でもね得点力があったら、うん、西武は、はい、本当は優勝候補筆頭になってくるよ。そうですよ、ピッチャーいいもん、うん、半端ないもん、お前ピッチャーいやそうなんですよね。いやオリックスはいいって言われてるけど、そりゃね西武の先発ピッチャーもものすごいパワーを持ってるからね。そうですよね、うん、だからあそこで本当に打てる4番がいたら、うん、これは相当な価値が出るよ。ですよね、うん、ねオリックスにこう追随するような勢いで優勝争いしたりとかで西武ドーム、はい、あのベルーナ、はい、あそこだとホームランも出やすいしな。あじゃあ、ね、自分のキャリアを、ね、考えたときに、そうそう成績を考えたときに、うんまあ、可能性が俺はなくはないと思ってるんだけどね。そうか、西武とかは考えたことなかったです、うん、あら可能性的とかそこに入ったらさらに打線厚みが出るというか、いやいや怖い打線になるよ。そうですよね、でもおかわり君がいてですよね。だよ先輩怖いだし大阪桐蔭の、そうだいやだからなあ立地的にどうなのかなと思うけどね、うん、そこなんですよね、あとまあでも関東だから。そうなんです、だから西武もロッテも関東で、中日になるとまあややちょっと西に行く、カープになると、まあ、地元に戻る代わりに本当にすっごく西に行くっていういやでも広島に戻るんだったらもう家族も含めてもう骨をうずめるつもりでカープに地元にもう行こうっていう風になるんじゃないかなと思うよ。そうですね、うん、そうだから中日っていうのは家族が行こうって言ったって終わった時にはまたなんかこう移動しなきゃいけないとか考えるとまあ単身赴任にはなるんだろうなとは思うけどね。まあだけどまあでもまずは仕事だよ、まあ、家族もものすごく大切だけど家族を養うためにはまあ仕事っていうことも大切だし、だから家族を本当に思うんだったらもう関東で決着をつけるかな。そうですよね、あとはまあ金額だったりプラス自分がどのぐらいレギュラーで確約して出られるのかっていうそこですよね。いや確約してくれるよみんな。いやそりゃあの能力ほっとかないよ。巨人はねちょっとあの岡本選手というとかぶってしまうので、まあ、まあそうだな、ポジションがなくなったからな、うん、本来であればやっぱりレギュラーでねずっと出続ける選手ですよね。いやそりゃそうだよ、うん、だからレギュラーで出てると故障もやっぱ少ないんだよね。もうペースを知ってるから中田翔なんていうのはもうずっとレギュラーだから、はあうん、ただやっぱこう出たり出なかったりとかするとハッスルしちゃうからね。あ出た時に出た時にあで肉離れとか、うん、とか起こす可能性がある。でも自分でずっと出続けてるとあこれはちょっと危ないなっていうのはもう分かるからね、うん、だけど出たり出なかったりとかするとやっぱそういうこう体の状態もあんまり分からなくなってくるからね、うん、そういった意味ではレギュラーでちゃんと出ると故障は俺は少ない選手だと思うし、うんですよね、体強いし。そうですよね、うん、レギュラー確約してくれる、まあ、球団、まあ、金額面含めあと球場との相性っていうとどういうところになってくるんですかね。相性、うん、あのホームランいっぱい出せるとか、まあ、そうだなバンテリンは広いよあそこはなかなかホームラン出ないよ。出ないですよ、うん、だけど山崎幸也がやっぱお金じゃなくて誠意だっていうふうに言ったようにね、はい、中田の性格から考えると、うん、誠意っていうのは彼のハートには届くと思うよ、うんうん、だからどれだけやっぱ必要なのかっていうことをね、はい、話せる球団、うんまあ、そこら辺だなっていうふうには思うけどね。そうですよね、うん、自らね自由契約っていう選択をしたやっぱ働きたいから出たいからレギュラーでっていうところですよね。まあ、まあそうだよな、だからまあその夢を叶えてくれるのはどの球団だっていうことだよね。そうですね、それはもう取ってもらった証にはしっかりした成績は多分彼は残すと思う、うんうん、そうですね、だから家族思い で、はい、で家族を大切にしてるやつで、うん、やっぱしっかり働けないっていうやつはいないよ、うんうん、家族ファーストで考えてるから、うん、だから素敵なことだし、うんうん、だから活躍してほしいなとも思うし。そうです、ね、うん、だからそういった、ね、働きやすい環境に入るのが一番かなっていうふうには思うけど ね、うん、まあ、ね12月1日、ね、名簿から外れた時点で、まあ、多分 いろんな球団の名前、まあ、中日筆頭に出てくると思うんですけ どうなんだろう、いろんなところと交渉するつもりがあるのか、はい、あ中日それとも、もう自分の意思が決まっててどこかと、うん、あその球団が来たらじゃあお願いしますというかもなんだよね。
豊さんがこういう中田選手の今立場だとどういうことを考えながらそこしてるんですか。俺はあったんだよ。だから俺は横浜をクビになったと、はい、で日本ハム、うん、中日、阪神、うんうん、こういうところが来てくれてたんだよ。あ、そうなんですね。そうそう、やっぱね一番は誠意だったな。大沢監督、はい、ね、うん、水戸納豆かなんかくれちゃって水戸納豆待ってよ、これ食えよとか言って、うん、おめえが必要なんだよとか言われて、うん、まあそうなんだと思って。じゃあ金額とかでは最後なかったんですね。まあそうだな、提示もあんまり聞かなかったけどね、いくらでっていうことは、ね、やっぱり誠意というか、うん、やっぱ自分をどれだけ必要とされてるかっていうことが分かる球団に永田翔は行くと思うよ、うん、ああそういうハートを持った選手なんですね。だから金額っていうのは、まあ、ある程度は多分揃ってると思うんだよ、はい、まあ、今年のその年俸がね、うん、ベースになるぐらいの感じだと思うんだけども、いやだからあとはやっぱ誠意の問題だな。そうですね、はい、ね、あの大物の一人ね、山川選手と並んでこの中田翔選手の動向を非常に気になるので、はい、はい、ちょっと見守って、まあ、追っかけるけど、ね、追っかけますよね。はい、はい